はいどうも井上介です今日は50代の方みのたいいと思いますえ積立て立ニーサっていうのはですね40代50代になってくるとちょっと使い方が難しくなってくるんですね。というのも20年間もし運用するっていう場合は受け取りがもう70代とか80代に入ってきたりするので、まあ、本当に運用するべきなのかっていうところも考えないといけませんしもっと言ったら、まあ、ネットっていうのはやっぱり20代30代の方向けに発信されてる方が非常に多いので、まあ、自分たちが本当にその人たちと同じような運用を 広報していいのかとかと全米とか全世界だけで運用していって本当に大丈夫なのかっていう不安は結構あるんじゃないかなと思いますのでこの動画では50代の方とかに特化して商品の選び方とかそもそも運用するべきなのかっていうところも踏まえてお話をしていきたいと思います。 では時間がない方もおられると思うのでまずは動画のポイントを解説していきますまずポイントの一つ目ですが今日のお話はですねネットの投資話っていうところで、まあ、結構勉強されてる方は非常に多いと思いますが、まあ、どうしてもですね若い人向け今の20代30代向けの話が非常に多くて、まあ、自分が例えば40代50代だったりすると自分はそれで本当にいいのかな自分本当にそのネットの情報通りでやっていいのかなって悩まれてる方が多いと思うので、まあ、そういった人向けのお話をしますで具体的には 40代50代の方の場合っていうのは受け取り時期が7080歳以降になるっていうことが考えられるんですねでそれに対して僕の解決策として提案としてはですね受け取りする年齢から逆算してその資産配分リスク共有度に合わせたバランスファンドを一個一個選んでいくのがいいんじゃないかなと思いますそれが一番僕はシンプルで分かりやすいかなと思いますでこの提案に対してですねじゃあリバランスってどうするんですかっていうところも 結構指摘としていただくんですねこれに関して僕の考え方としては切り離しても単独で考えるとすごくシンプルになってくるっていうところがあるので1個ずつ具体的に解説をしていきたいと思います。 インターネットを見ていいるとでですすねの、まあの話っていうのは非常に多いんですけれども特に積立 NISA に関しては商品をどれ選ぶとかっていうところはすごく数はあると思うんですねでもあんまりこう受け取りにフォーカスしてるっていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってそれはやっぱりですね僕も30代なんですけれどもやっぱ発信されてる方が30代とか20代の方が非常に多いので受け取りっていうところはかなり先なので、まあ、そこの話はあんまりされないケースが非常に多いのかなと思って僕自身もそういえばそういう話をしてこなかったなと思ったので、まあ、今日ちょっと取り上げて みようかなと思いまずはまずは積 NISA の制度っていうところと年齢を当てはめて具体的に図を使って説明をしていきます、まあ、積立たて NISA というのはですねまあ、非常にスパンが長い制度だなと思うんですね今年2021年ですけれどもこれで毎年40万円を投資することができるわけですねでこの40万円の投資枠っていうのを最長20年間は非課税で保有することができるわけですねこの期間で増えた場合っていうのは1円も税金払わなくていいよっていう感じになります で、終わりが20年後、最長20年運用できるので、2040年までは運用できるわけですね。で、この2040年で現金化して、そのまま預金に回してもいいし、それが嫌だっていう方は、特定口座っていう、普通に課税される口座ですね、に移して、そこでまた運用することができます。で、当然、例えば、20年間運用した結果、40万円が80万円になりました。っていう場合は、80万円を原資として、 運用していって80万円からお金が増えたら税金が課税されるっていう感じなので特定口座に移してもここで増えた部分っていうのは当然非課税で受け取れるっていう感じになるんですねでこれが2022年も2023年も続いて今のところ2042年まで毎年40万円の投資枠がもらえるっていう感じですねでこれはつい最近1年前ぐらいですかね37年までって言ったのが5年延長されたっていう感じなのでもしかするとこれが42年からさらに伸びるかもしれない でも、現状42年に投資したものっていうのは、2061年まで運用することができるんですね。でこれをまあぜひですね、ご自身の年齢で当てはめて考えてみるといいと思います。例えば僕の場合ですね、僕今年35なんですけれども、今年投資した40万円の枠の部分っていうのは、2040年54歳の時に受け取る形になるんですねで。僕は多分54歳では全然投資したお金を使うつもりはないので、そのまま特定口座に移して運用を続ける形になると思います。で 2042年年年お齢当てはめるると56歳にこの年投資するわけですねでその受け取りは75歳になるんですね。で75歳になったらちょっとこれ運用するのかもうすぐ使うのか悩ましいところだなと思います。だから現金化すぐするのかもしくはまあ特定口座に移して運用しながらま取り崩して使っていくのかなっていうところを考えていく形になると思います。でこううやって考えると僕35歳でももう 一番最後の2042年は75歳受け取りなんですね。ということは現状、例えば今50歳の方だったりすると2021年で50歳の場合というのはまずこの2021年の投資枠の受け取りがもう69歳になりますよと。で、この制度の終わりは71歳なわけですね。71歳 で、投資したものっていうのを、最長90歳で受け取るっていう形になるんですよ。で、こうなってきた時にやっぱり心配事なのはですね。まあ、90歳の時に自分が運用のどうこうができるかどうかっていうところがまあすごくシンプルに。 考えておかないといけないと思うんですね今の若い人っていうのは積み立てすることだけ考えればいいと思います積み立てを毎年ちゃんとできるかどうかっていうことだけ考えればいいと思いますが受け取りが七十過ぎる八十代ぐらいになってくるっていう方はですね自分が八十歳の時の状態っていうのを考えておくといいと思うんですねでこれは結構真剣に考えるべき内容で例えば今五十代の方とかでインターネットでいろいろ情報を見て 講座を作った。で、積み立て NISA とか始めたっていう方は、おそらくネット証券を作られている方が非常に多いと思うんですね。で、この時に自分がネット証券を作ったのが、すごくスムーズにできたかどうかっていうところをちょっと思い出してほしいんですね。いや、結構大変やったとかですね。こう、ネットの画面、僕が過去に出した動画とかでも画面見ながら説明していってる動画があったんですね。で、ああいうのを見て、ああ、なんとかできたよっていう方はおられると思うんですね。じゃあ、自分がその状態で、こう、20年後とかで、 実際に売却の手続きとかできるかどうかっていうのは真剣に考えてみるといいと思うんですよでその時にえちょっと不安だなって思う方は自分でできないかもしれないわけですよねでそうなってきたら例えば自分のお子さんに協力してもらってそれをやってもらうのか で、それがお願いできないんだったら、もうそもそも投資をするのをやめるぐらいの感覚で考えた方がいいと思うんですよ。で、実際に NISA 制度が終わったときって、どういうことをしないといけないのかっていうところが、いまいちイメージできない方も非常に多いと思うんですね。で住み立て n i さんは特に20年先なので、その情報ってあんまないと思うんですね。で、僕はあの昔、一般 NISA を使っていて、一般 NISA5 年間っていう非課税期間でもうそれ終わってるんですね。で、その時にどんなメールが来たのかっていうのを、ちょっと画面で見せたいと思います。今見てていいただいてるこのメール ではですね去年の11月の4日に来たメールなんですね楽天証券から来てですね非課税期間が終了する保有銘柄がございますという感じで来ましたでこれは2016年にですね NISA 口座で買い続けた銘柄の非課税が、まあ、今年で終わりますよってでそれをどうしますかであなたは積みたて NISA 作ってるからこれロールオーバーするためには一般 NISA を区分変更しないといけないですよみたいな感じで書いてあってあなたが選択肢は3つありますよとでロールオーバーする場合に関しては積み立 NISA じゃなくて一般 NISA を作ってください切り替えてくださいとでロールオーバーしない選択肢もしくは非課税期間内に売却するの3つかを選んでくださいで僕はちなみに2番を押したんですねロールオーバーせずですでこれどうしたかっていうとですね非課税期間を延長せずに保有を続ける場合は自動的に特定口座特定口座を作ってない場合は一般口座に移りますよと これの場合はお客様での手続きは不要ですって書いてるんですね。つまり手続きしなかったら、普通に特定口座課税口座に払い出しされるっていう感じになるんです。で、もし売りたいよっていう場合はですね。3番ですね。非課税。 期間内に売却するっていう場合に関しては、受け取り日が2020年内になるように注文してください。つまり自分の手で売却の指示を出してくださいって書いてるんですね。まあ、当然特定口座に移してから売却するっていうのも可能なんですけれども、売却したいっていう場合は、あなた自身がちゃんと売却の手続きをしないといけないですよって書いてるんですね。でここでちょっとねふと考えてほしいんですよ。今あなたの持ってる銘柄を売却手続きやってくださいって言われた時に、 パッととでできるかっってていううことなんすすねえ売却ってどうするのみんな買うことしか考えてなかったなっていう方が非常に多いと思うんですよね。でそうなってきた時に例えば今自分が今やったらできるけれども例えばそれが6070ぐらいでいきなり売却してくださいって言われてえ売却するってどうするみたいなもうそんなもわからんくなってきてるってなってきたら、まあ、売却するのすらまあ一手間だと思うんですね。だからそのあたりは結構リアルに考えておく方がいいと思います。で特にこう受け取りが80過ぎてくる とご自身が認知症とかっていう可能性がまあゼロではなくなってくると思うんですねでこれあの財産が持っている方が認知症になってしまったら財産の扱いってめちゃくちゃややこしくなってくるんですよ例えば財産を上手に使えなくなってしまったからって言って でまあ、今までで一番ポピュラーなのは「青年後見制度」って言って「青年後見人」ってめっちゃ僕言えないんですけどを立ててこうお金の管理してもらうとかっていう手続きをしたりしますよねでそういうのを代わりとして今「信託契約」って言ってですね例えばこの人が認知症になった時え、ね、認知症になったら本当に大変で例えば、えー、不動産持ってる方がいたとしますよねで不動産持ってる方が認知症になりましたでこの認知症になった方を施設に入れようと思う。で当然ももう自分で何もで何きない からお子さんとかっていうところがその資金とかを援助したりするわけですね。でこの時にお子さんたちの資金っていうところがなくなりそう。でこの認知症になった人の不動産を売却したら施設の費用を賄えるなって分かっていてもこの不動産の所有者っていうのはこの認知症になった方なのでこの本人しかできないんですよ。でもう認知症になってしまったらこの人が生存してる限りはもうこの不動産の扱いっていうのがどうこうできないんですね。 だから結構困るっていうケースがあるんですよそういう場合に関しては信託契約っていうのを使ってこの方の不動産を 息子さんんがちゃんととしますとでも当然自分のためにやるっていうのはまあ贈与とかに該当しちゃうのでこの人はあくまでもこのお父さん例えばお父さんやってたらだからお父さんが施設に入るためのお金を作るためにこの不動産を売るでこのお金をお父さんの施設とか生活費に当てますよっていう場合に関してはまあ贈与とかっていうのは全くないんですね。 そういうのができるようにする信託契約とかっていうのがあったりしてこう認知症になる方は事前になる方とかなる可能性があるって考えられる場合は、まあ、事前にそういうのを組んだりとかっていうのをしてる人もいるんですね。まあ、それぐらいやっぱり高齢になってくると資産の扱いっていうところがこうシンプルではなくなってくるっていうところがあるので、まあ、ご自身が実際に80とか90になってきた時にその資金の あれをお願いいできるる人がいるのかっていうところまで考えて積みたて NISA を使うのかどうかっていうところは要は何歳ままで使ううののかっていいいいを考えた方がいいと思いますでここで無理せずにいやでも積みたて NISA の枠使わなもったいないと思って無理に使ってしまって、まあ、そうなってしまったら結局その資金引き出せないとかって問題になりますし20年運用しなかったらいいんじゃないの って言われれれるる方ももおられるんですけれども一応データを見る限り15年から20年ぐらい運用しないとマイナスになる可能性は全然あると僕は思っているのでマイナスになる確率を下げるために20年という期間を確保しないといけないと僕は思っているのでまあそこは確保するという前提の上で自分が何年まで自分は2030何年までしか使わないでおこうっていうのを考えておく方がまあいいんじゃないかなすごくリアルなところだと思うんですけど考える方がいいんじゃないかなと思います。そこを踏まえた上で今度は じゃあ自分が例えば75ぐらいはギリギリいけるんじゃないかなと思ってるでその75歳に受け取る時の積み立てに s れどういう商品を選べばいいのかっていうところの考え方を僕なりに考えた一つのアイデアだと思って聞いてください例えばですね歳歳の時に買う商品は69歳で受けけ取りにすするわけですよねで69歳で受け取った後すぐまだ使わない運用しながら取り崩ししていこうと考えてるっていう方は、まあ、例えば全世界とか全米とかを買って 別のところで現金とかを保有していて、まあ、自分なりのリスク強度に合わせた配分で投資していって。 でそのの後特定口座ででで運運用用しししながら取り崩し運用してていいいいくっていうういいと思うんですねただまあ61歳に投資した場合っていうのは、まあ、受け取りが80歳になるわけですよねじゃあこれと同じように取り崩し運用する原資に足すっていうのもまあ一つかなと思うんですけれども、まあ、ちゃんとこれ売却できるっていう前提なんですけれどもっていう場合はですね僕一つも61歳に買うときは もう80歳で受け取ったらもう80歳のその1年間の生活費の足しにするという考えでそれに適したバランスファンドを1個選んでおくといいんじゃないかなと思います例えばもう80歳で受け取るからそんなにリスク取った運用はしないでおこうだから株式が3割債券7割ぐらいのやつにしとこうというふうに考えて商品を選ぶっていうのは結構いいんじゃないかなと思ってます。 で実際に20年間運用してでしょで、このバランスファンドで37の割合でいくとですね、あのよく言われる72の法則っていうのがあるんですね。でこれ何かって言ったら資産が2倍になるには何年かかるかっていうのを計算することができて72割る年利で出した答えっていうところが何年かかるよってことなんですね。で例えば6%の年利 っていう場合に関しては72割る6してては割もららったら12ですねつまり年利6%の商品だったら12年で資産が倍になるよっていう考え方ができるんですよ。で大体バランスファンドの株3割ぐらい含んでるやつだったら大体2%ぐらいだと思うのでまあ単純計算36年かかるっていう感じなので、まあ、20年間で見たら大体1.5倍ぐらい、まあ、運よくいっても2倍に届かないぐらいかなと思うんですね。で考えるとこの40万円で投資したものっていうのは大体たいら 60万円ぐらいになる可能性があるわけですねってことは60万円を1ヶ月換算したら月5万円ぐらいになるのでまあ80歳の1年間の年金で不足する部分をこのバランスファンド1年分でまあ5万円ぐらいプラスにしようかなぐらいの感覚でこ各都市各都市そういう風に考えていくといいんじゃないかなと思いますフローで言うとこう70歳からはもう働かないとかっていう方は当然多いと思うんですよねだから70歳からこの80歳まで の間っていうところはこの全世界とかのやつを取り崩しながら年金を足していくでそのまま資金が尽きない限りずっとそれを続けていくといいと思うんですけどそれプラス80歳で受け取るこの商品っていうところはすぐ現金化して80歳の生活費の足しにする。 とかですね、まあ、60歳で始めたやつは79歳の生活費の足しにするみたいな感じで各年各年その受け取りの年の生活費にするぐらいの感覚で商品選んでいくと、まあ、結構シンプルなのかなと僕個人は思いますただ当然これに対してえそれややこしくないって言われる方もおられるんですねでこれなんでかって言ったら こういうい考え方なんですよ投資資金の中で投資信託とかめちゃくちゃ増えていくじゃないですかと要は全世界持ってますよ例えば僕だったら全世界持ってます全米株式持ってますで現金持ってます投資資金の中でこう持ってるわけですねで大体これでリスク資産6現金4ぐらいの割合で投資してるんですよでそれで僕がもし年齢に応じたファンドを足していくってなったら、まあ、ここも足していったらこれ全体で 資産が何対何になってるかわからんくならないですかって言われるんですねで、これもおっしゃる通りで僕実際分散投資するときにこうバランスファンド入れるともう比率の中に比率があるからややこしくなるからあんましない方がいいって言ってるんですよでもこの今回はバランスファンドを提案してるなんでかって言ったらもうここを別に一緒くにして考える必要はなくて僕自身はこんな感じで考えればいいと思います投資資金の中にバランスファンドとかあるけどリバランスするっていうのは この中だけでリバランスするというふうに考えてここはもう別個で考えていくっていうのは一つありじゃないかなと思ってます要は僕は6対4リスク資産が6現金非リスク資産が4っていう割合で維持しようと思ってるでそのリバランスっていうのはずっとここの中だけでやっていくんですねで例えばちょっと保守的に運用していこうかなと思ったそれで 株式を4割現金を6割にしようと思ったらそれも全部この中だけでやっていくっていう感じですね。でこれはもう受け取り年が決まってそれに応じた比率のバランスファンドを買ってるので、まあ、こことここを別に一緒にしないといけないっていうルールはないわけですね。要は 投資資金の中でリスク資産と非リスク資産の区分をきっぱり絶対分けないといけないというルールはないですしそもそも投資の世界に絶対こうしないといけないというルールはないので、まあ、自分が分かりやすいようにしていくといいんじゃないかなと思います、まあ、感覚的に言うとですねこう貯蓄でも分けていくじゃないですか例えば旅行積み立てとか結婚する時のためのお金とか子どもの教育費みたいな感じで分けていきますよね。まあ、それと同じじじようなな感感でで80歳の年の年生活費みたいな感じで分けてい でリスク資産のこうリバランスする部分だけはリバランスする部分でもっとくっていうふうに考えたら、まあ、そんなに複雑にならないと思います。あのなんていうんでしょうねこう効率を求めていったらこういうことを考えないといけないと思うんですけど別にそんな僕たち人間って合理性を追求すすることとが絶対じゃないと思うんですよ例えばこう僕よく言うんですけれども年いったら時間の価値が上がってくると。で若いい時っていうのは A というスーパーではこれが安い B というスーパーはこれが安いっていうからう体力もあるしこう安いところで買っていくでそれが一番合理的ですよねでもやっぱり年を重ねていくともそれも疲れてくるから、まあ、A と A でこれ買って B でこれ買った方が安いっていうのは分かるけどもう A というスーパーで全部買うそれで若干高くなっても、まあ、まあそれで時間も節約できるし体力的にも負担かからないからそれがいいって言って日常生活そうされてる方ってたくさんおられると思うんですよね。 若干投資効率とかそういう原理原則から考えるとちょっと外れるかもしれないけど、まあ、自分的にはこの考え方が一番管理しやすいしっくりくるっていうのであれば、まあ、そういう考え方を採用するっていうのは全然いいと思うので、まあ、一つまあ提案としてですけれども僕自身がもし 75歳とかになってきてそれでもリバランスしてみたいなのが難しくなってきそうだなと自分自身でも思うのでまあその時こういう方法も1個ありじゃないかなっていうのを考えたので一つ動画にししてみましたこの辺りは本当に答えがないところなので、まあ、いろんな方の意見とかですねっていうところに僕のこの考え方っていうのの1つ含めていただいてその中で自分にとってどれが一番ベストなのかっていうふうに考えていただくと、まあ、少しは参考になったんじゃないかなと思います。もしこの動画がですね面白かったら あったよ役に立ったよっていう方はぜひですね高評価そしてチャンネル登録もお願いします最後までご覧いただきありがとうございました。